Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは。ラブです。今日はですね、2日前かのイベントに参加した時にやっていたメイクをインスタに写真を上げて、それに、すごいそのメイクがいいのでやり方を見たいっていうリクエストがたくさんね、なんか書いていただいて、ちょっと今日してみようかなと思って、セットアップしました。今、ドスッピンです。保湿だけしております。早速、やろうかなと思います。で、前髪をね、また伸ばすか切るか悩んでるので、今ちょっと伸びてるんですけども、保湿だけしたドスピンなんですが、ベースメイクね、最近、車で出勤を、通勤ね、をしていなくてですね、電車通勤になっているので、またマスクをすごいよくするようになって、長い時間するようになって、もう肌が本当に、悪くなってバッサバサで、もうここら辺とかすごいもう夕方とかもうめくれてくるんですけども、できるだけ保湿が高いやつがいいなと思って、またちょっと前のやつを出してきたのが、この SK2 の、ちょっと長いのよ名前が、クリアビューティーエナメルラディアントクリームコンパクトの330番のラディアントオークルを使っています。こういうやつね。かなりしっとり系。この白い渦が美容液みたいなんだけど、で、これちっちゃい、ブラシ、繰り出し型のやつがついてるんですけども、もうお家で使えるから、私はリアルテクニックスの、ファンデーションブラシでやります。で、もう大体ね、この真ん中ら辺から塗ってですね、くるくるくるっと、かなり保湿も高いし、プラスね、これクリーム系でカバー力もそこそこあるので、これは出た時からいいなって思っておりました。でも一時期使わなくなっていて、そう、最近思い出してまた出しております。これでちょっと右左が全然違うでしょ？このシミが若干薄くなるのがわかるかな？これぐらいのカバー力です。はい。もうかなり簡単にやります。そして、まあ、マスクしても、ここ目元は出るので、この今はラムレじゃなくてドゥラメールのコンシーラーね、ザコンシーラーっていうやつのライト、もうこれもそんなにバッチリとかしないです。ちょっと塗って指でキュッキュッキュッと、ちょっと目元を明るくするという感じかな。残りはここに。はい。で、その後、パウダー。もうどんなパウダーでもいいんだけども、もう本当にその日に目についたやつを私は使ってて、今日はセザンヌの UV クリアフェイスパウダーの01番。これをコンシーラーをしているので、目の周りと、もうこれも薄くです。と、鼻周り、と、ここら辺。これだけです。もう全体には私やってない最近は、パッサパサするので。はい、そして、眉なんですけども、眉も本当にその日によって変わるんですけども、あの日はですね、確か、ボビーの、眉のキットを使ってたと思うので、もうね、記憶がどん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 そのキットに入ってる、もうブラシでやります。私はだいたいこのなんだっけ、これサドル&マホガニーなんだけど、こっちの左側の色をよく使います。最近右眉の方が細くて薄いので、それを合わせる、左に合わせるぐらい
で、左はもうちょっと色を、もう毛がないところをのせるだけな感じ。まあ、眉はしっかり綺麗に描いたところでですね、前髪で見えないので、まあ、ある程度 ちょっと端はこっちの濃い方のこの色もちょっとだけ混ぜて使ってます。よいしょ。こんな感じです。はい。そして肝心のアイメイクなんですけども、これも古い、ものすごい古いボビー・ブラウンのアイシャドウパレットを出してきて、なんか急にこれを使いたくなって、これも本当に昔によく出してた4色のやつなんですけど、この色ね、多分まだあるんじゃないかなと思う、違う形で。この一番薄い色、ボーンという色なんですけど、これをね、まずベースで全体に塗ります。キャンバスをね、整えるって感じ。で、その後に、その横の薄い、これ全部マットなんですけど、薄いこれはセメントという色。これもね、もう同じブラシでいきます。ちょっと先につけて、それを、このクリスっぽいところに影をつける感じで、塗ります。もうほんとこのやり方は昔にこのパレットを使ってた時とほぼ同じです。今回のメイクはですね、上をかなりナチュラルというか普通に して、下をブルーグリーンのアイシャドウをあれ塗ってたので、下メインです。まあ、上はちょっとイベントだったので濃いめのナチュラルメイク。ブラウンをちょっと太めに入れます。はい。ここまでは全然薄いの。で、その次のスレートという、これね。これをまだ同じブラシでまた先に取って、これを二重幅ちょっと太めに。だからこのメイク、ちょっと、これは全部マット系なんですけども、前回出した、メイク動画の、キャメイクのパレットでも同じようなこと、全然できるので、もう、まあ、どこのメーカーのやつでもいいんですけども、何色か、濃さの違うブラウンとかで、できます。で、ちょっとまた先につけて、下の外側だけにちょっと影をつける感じ。下地ね。で、ブラシを変えます。ここでやっと ちょっとね、かなりこれ太めなんだけれども、ちょっと使ってるけど、太めの硬めの短めのブラシです。これをね、先にまたつけます。で、目の、上のこのキワキワのとこをポンポンポンと、これなんて名前だっけ？私言ったっけ？スモークです。で、ちょっと上に上げる感じ。こう下につけるとどんどん垂れ目になってくるので、私の場合というか、下につけると、ちょっとできるだけ、私は好みで上げます。上まぶた、もう奥までじゃなく、奥というか、この目頭の方までは私は今回つけてません。では、下いきます。下はね、よくやってる空っぽのやつなんですけども、この、なんだっけ、Through My Eyes っていうね、この、
パレットに入っていたエメラルドドリームという、この見えるかな、綺麗なグリーンの色と、前にシングルで買っていたトゥーピースというね、鮮やかなブルー、これもちょっとメタリックな感じなんですけど、これを混ぜたいと思います。これをね、これもまたちょっと太めに入れたいので、細すぎないブラシ、こんな感じのブラシで、ちょっとまずグリーンからいこうかな。の上に同じブラシでブルーをのせます。まあ単色でも全然いいんですけど、せっかくイベントだったんで。そしてですね、ここにルーシッドというこういうちょっと明るい、シャンパンカラーがあるので、それをこの目頭の方になります。で、アイライナーは不老不死のブラウンブラック、いつものやつです。でね、アイラインも私、日によって角度が変わってくるんですけども、これもう新しいの買わなくちゃいけないな。固まってきた。ここまではもう目のキワキワなので、もうそのままその通りに描くんですけど、こっからね、前はこっからも上げ始めてたんですけど、最近はそのまま、横に、横というかこの、もう線に沿ったまま、伸ばすことが多くなってきました。いや、アイラインは本当に新しくないとダメね。伸びないわ。できました。もう早く買いに行こう、アイライナー。そしてですね、ここで、マスカラを、デジャブのラッシュアップ。最近またマスカラをするときはもう最近これなんですけども、これをやって戻ってきます。マスカラをつけてきました。ではですね、もう最後、チーク。NYX のスパイスという懐かしいチーク。これを。ちょっとね、もうマスクをしてるので、見えないと本当顔色悪いままな感じがするから、ちょっと高めな位置に最近はしております。なんでね、こうやってやっちゃうのかね よく聞かれるんですけど、こうやってね、口を前に出すとここの骨が出るからやりやすいんです、私 で、そこでですね、ちょっと前にもご紹介した、クリスマスのアドベントカレンダーに入ってた、ナターシャ・デノーナのこのデュオのね、パレットのこのハイライターがすごい好きで、これほぼ毎日使ってます。これやってるとめっちゃ肌がツヤっぽいって言われます。マスク外してもなんか残ってて、で、私はこれをここにもやります、さっさとね。
しょ。どうでしょうか。つやってる？ で、リップを、これも、いつも見えないっていうね、パラドゥのピュアリップカラーの、ローズかな、ピンクかな、これ。PO か、ローか、PO の01かな。かなり濃いめの。でもこのリップは、あの写真を撮るときだけにつけただけ。もう、あとはマスクしてるので、撮れてました。これだったのかな。多分これだったと思う。 はい。でこんな感じでここでこういう写真を撮ったんですけども、ちょっと今フードがあって髪がうまくいかないけど、はい、いかがだったでしょうか。これがこの間イベントの時にやったメイク、全く一緒かどうかちょっと不安になってきましたけども、こんな感じです。はい。ちょっとね、上は普通なんだけど、下の色で遊んでみた感じになるんで、いろんな色でね、もうこれだけじゃなくて、他の色でも、お好みで変えてみてください。はい。ではですね、このメイク出来上がった後にですね、また午後から、違うお気に入りの動画を撮りたいと思うので、またそちらの方も楽しみにしていてください。Alright, thank you so much for watching till the end, and see you next time. Bye!